よし、誰も見とらんな。入るなら夢や。よし。俺や、入るで。ん？お前んとこの店長もう来たんか？うん、今飲み物買いに行ってて、すぐ戻るって。その封筒は？知らない。あなたに見てもらえってリーさんが。なんだ？どういうこっちゃ？封筒、何が入ってたの？若い女の写真や。同じ女が何枚も隠し撮りされとる。リーさんがそんなものを？なんで？よう、早速見とるな。よう取れてるやろ。リー、なんなんやこの写真。まあ待てや、言われんでもこれからじっくり説明したる。さあ飲めや。ありがとうリーさん。お前の分もあるで。リー、なんや考えがある言うてたんはこの写真のことか。大体この女誰や。結婚詐欺の常習犯や。それだけやない。こいつに貢いとった男が何人か不審死しとる。多分絞るだけ絞って縁切り代わりにやったんやろ。けどこの外道女のええとこは年頃と背格好やな。まことによう似とる。それがどないした。睡眠薬。よう効く薬やで、ほんま。リ、お前何を。こっから先はこの子に聞かせる話とちゃうんでな。少し眠らしとく。ん？お前も殺し屋にしちゃ鈍いな。その写真の女はな、誠の身代わりや。身代わり？ええか、殺しの依頼した時その依頼主は何が欲しい。的を殺したっちゅう結果や。せや、結果や。殺した結果っちゅうのは死体。死体があれば雇い主は納得する。せやからその写真の女には誠の身代わりに死体になってもらうんや。なんやて。わしとお前でやる。死体にこの服着せてな。死体見つけた札は身元確認すんのにわしんとこ来るやろ。そしたらわしはこう答える。間違いありません、その死体はうちの従業員です、言うてな。青か、そんなん札が調べたらすぐバレるやろが。大丈夫や。女殺した後はその顔を誰かわからんようにしてしまえばええ。指紋も薬で焼いてるんや。お前は何なんや一体。ちょっとなんかこの作戦はどうなんでしょうかね。やってることは殺人ですけど。本当のこと言えや。お前は
何もんや。ただのハリスとちゃうやろ。なんとか言わんかい。わしも元はあんたと同じ殺し屋や。なんやと。大陸系の組織に雇われとった。最後に仕事したんは半年前や。半年前。確かあんたがこの子拾ったんもその頃や言うてたな。いや覚えとったの。せやけど考えてみ、組織に監禁されとる女がおったとして、どないしてわしがそれを拾えんねん。道端にでも落ちとるか。半年前わしは組織に雇われて韓国系の連中を襲撃した。女のしのぎめぐってごたついとったんや。そん時までにこっちも何人かやられとった。倉庫におったんは二人。そいつらを始末してみると、そこに半裸の女がぎょうさん監禁されとってな。鍵開けた途端みんな我先に逃げよったけど、そん中に一人だけ身動きできん子がおった。それが。ああ、まことや。この子は見えん目でわしの手探してな、ぎゅっと握って離さんかった。泣きながらありがとう繰り返して、わしはその小さい手どうにも離すことができんかった。あんたはそれ以来の親代わりっちゅうわけか。ああ、せやけどわしも昔はほんまの娘持つ親やった。うん。小さい時から病気がちでな、薬の副作用で最後はよう目が見えんようになった。その仕草があん時の誠と重なり合うてもたんや。真島、わしはもう自分より先に娘行かせるわけにいかんねや。娘守るためやったら赤の他人なんぞいくらでもぶっ殺したる。それがええことやないことも分かってる。せやけどもう他に手はないんや。お前にも手貸してもらうで。真島、お前の雇い主に誠殺した報告してもらわなあかん。だは？極道舐めすぎや。そんな小細工すぐバレる。せやったら他にどんな手があるっちゅうねん、言うてみ。話やしまいや。俺はお前の計画には乗らん。そうやってまた逃げんのか。わしにはわかるで。お前が片目なくしてもたんも備えして逃げてきたからやろ。なんやと。なんやかや理由つけて己の手汚さんとずっと自分を正当化してきたんとちゃうか。けどお前も所詮元は極道やったんや。一度黒に染まったもんはどこまで行っても黒。せやったら腹決めて地獄落ちたらんかい。お前が俺の何を知っとるんやボケ。最後にもう一遍聞いとく。わしの話に乗る気はほんまにないんやな。ないな。そうか。そしたら黒に染まった門の流儀教えたるわ。え？どの道わしの計画知ったからには生きてここから出すわけにはいかん。そうなるのか。死ねえや真島。 Thank you.
本気のリーさん。なんかね、今投げたの。よしよしよっしゃ。よし、ちょっと待って、なんかもともの、やばい、まこと、あ、まことちゃん寝てるしな、これは。よしよっしゃ。ちょっと違うのを試そうか。まずちょっとなんか軽く食ってからね。うん、そうだな、ちょっと、うん、よし、これやって、まあ味噌ラーメンでも食っとくか。よし、 OK。 ちょっとスタイル変えよう。あえてダンス、やばいやばい、ダンス弱い、ダンス弱いぞ。あー、やばい、ダメだ、ダンスはこれは、これで、ダメだ、ダンスはやめよう。やっぱこれだ。よし、これが、よし、来るか。ゴッドハンド、タフトアイ。来るか、まだ。やばい、やばい。よし、よし。やるヤンキー。よし。よし。よっしゃ、よし、よし、やばい、やばい、やっぱりちょっとチンプラの方がいいな、安定してる。くそ、よし、入った。うん、やばい、やばい、リーさん強いぜ。くそ、つかみ攻撃は、よし、なかなか強いぞ、やっぱりリーさん強いな。よし、うん、ちょっと待て、ちょっと待て、リーさんちょっと勘弁してください。うん、ちょっとカウンター取られちゃうんだな。もうちょいなのに、ここで、なんか出せない、出せないか、そんな技なかったか。うわ、やばい
ぐわぐわ、よし、これに決める。あう、ちょっと待ってやばいやばい、リーさんリーさんやばい、よっしゃ、強い強い、待てや、マジマ、ほんまに身代わり立てるしか手がないんや。この先誠を守りきるにはマコトの死体が必要や。このままやったらいつかマコトんとこにお前以外の殺し屋が来る。それより前にお前もやられるで。なんでそれがわからんねや。それやったらそれで俺が向かってくるもん一人残らずぶっ殺したらば。なんやと、そんなできるわけ。確かに一度黒に染まったもんはどこまで行っても黒や。そっから抜けることはできんけどな、それでも噛みつく相手選ぶくらいはできる。それが俺の流儀や。おい、やめろや。風邪ひかんように見といたれや。あんたはその子の親代わりなんやろ。しかしもうね、最終手段と思ったその手がダメだとなったら、ちょっとまずいんじゃないですかあれ、証拠みたいなね、足取りを、誠の足取りが分かっちゃうじゃないですかあれで。今日でまれ3日、結局何も変わってへん。いや、むしろ状況は悪くなる一方や。女を助けたことと佐川に感づけられたらしまいや。まずは倉庫に向かわず、いつも通りグランドに顔出すか。正直何も状況がね、好転してませんからね。それで相変わらず包囲網が敷かれたままで、ひとまず磯本陸蘭に顔出す。シワちゃんみたいないるよ。行くしかないか。じゃあ客ランド行って、禁煙がねもうないんですよ。禁煙ないです。じゃあ行ってみますね。
支配人、おはようございます。おう。先ほど支配人宛てに、ほぐし会館のリー様という方からお電話がございました。リーから？ご存知の方ですか？ああ、そいつ、なんて言うとった？それが、支配人にすぐそのほぐし会館に来ていただきたいとしかおっしゃらなくて。ん？支配人？わかった。よう伝えてくれたな。いえ、それでは失礼いたします。最後に服装拾ったやつが怪しいですよね。ほぐし会館に来いっちゅうことやったな。これ多分なんか罠臭いですね。うん。まあでも、罠だったとしてもね、やっぱ行かないとちょっと。うん。昨日の今日でね、そんなね。ん？あれ？なんだこれ？スカウトかな？金ピカのすごいな。高級アクセサリー、結局そういう風になっちゃうのね。じゃあめんどくさいからもうルーマルシェでいろいろ買っていくか。もう、もう今後のためにね、いちいちなんかそんなために来るの。あ、なんかなんだこの子、この子関係ねえか。うん、なんかアクセサリーだのバッグだのなんかいろいろ欲しいとかね、多分これから出そうですから。アクセサリーって言ってたな。一応香水と、香水も一応多分言われるだろう。フランス製香水に、マフラーなんて多分ないと思うから、財布が欲しいって言われそうだな。財布も買っとこう。あとは時計とか言われたらちょっときついから、ネックレス、ネックレスもリングも買っとこう。うん。ブレスレットも欲しいとか言われそうだからこれも買っとこう。ブーツ、コート、これ高いな。ちょっとハンドバッグ、黒のショートブーツ、これも買っとこう。うん、このぐらい買っとけばいいだろう。もう、うん、結構な買い物。ありがとうございます。よし、これでいつ見つけても速攻でもうスカウトできるな。うん、虫会館ですけど、なんか絶対罠臭いんだよな。絶対罠だよこれ。罠だろうな。普通に D さんいたりしてね、そうやってね。おお。さあどうなんだ。お、普通に D さんいるじゃん。おお、マジマ。よう来た。待っとったで。傍聴まで。何興奮しとんねん。そら興奮するに決まっとるやろ。な？お前、水臭いやないか。たった一人で。せやけど、これで一件落着や。ようやったで、マジマ。何の話や。何って。お前やったやろ。あの写真の女。今日未明、蒼天堀川で発見された若い女性の遺体は、身につけていた衣類などから牧村誠さん20歳と見られます。遺体は損傷が激しく、大阪府警では牧村さんが何らかのトラブルに巻き込まれた殺人事件であると断定。捜査本部を設置し、なんやこれは。おい、お前がやったんちゃうんか、あの写真の女を。俺はやっとらん。やるわけないやろ。せやけどお前、死体は昨日お前が持ってった誠の服着とったで。何やと。朝店にデカが来てな、身元確認や言うて死体の写真見せられたんや。顔は潰されとったが、服は間違いなくお前に渡したやつや。はい、ほぐし会館です。ああ、お前にや。
変わったで、真島へ。わしからのプレゼント受け取ってもらえたか。何の話や。決まっとるやろな、牧村誠の死体や。何やと。あの子はこれで死んだことになった。あんたの雇い主もこれで納得やな。あんたが消される心配はもうないちゅうわけや。感謝してもらうな。お前何もいや、目的は何や。取引したいんや、あんたと。何わけわからんこと。実は今な、あんたの店で飲ましてもろてんねん。お前、グランドに。いや、もうちょっと。ええ店やな、真島君。わし、ここ気に入ったで。今から一緒に楽しもうやないか。あんたも早おいで。はい、第7章終わりましたね。まあ制服拾った手が今の最後に出てきた男の手だったんで、それは間違いなさそうですけどね。牧村誠をね、身代わりするっていうのは真島は反対したんですけど、別の人間が殺して、まあなんかこれで丸く収まったような感じにはなりますけど、まあその人には悪いですけどね。どうなんでしょうかね。はい、最後戦いにならずに終わりましたね。なんか、第7章サクッと、はいはい、というわけでね、今日終了しましたんで、本日はこの辺で終了ということで、はい、でまた次回よろしくお願いします。はい、さようなら。チャンネル登録よろしくお願いします。パソコンの方はこちらの登録ボタンを、スマホの方は画面下にあるチャンネル登録の方をクリックしてください。よろしくお願いします。